3月11日は、ショップ開けてました、うん、店にいました。地震の時とかはどういう？地震の時は、すぐ外出ました、うん、まあ、海から車で5分ぐらいのところなので、発生してどのくらいかな、10分ぐらいしたらもう道路、目の前の道路混み出しちゃってで止まっちゃって、うん、いや何かなってことで携帯でテレビつけてで津波が来るってことを知って、まあ、ちょっとここも危ないかなと思いました、ね、サーフショップまでには津波っていうのは来なかったか、まあ、45号線でギリギリ私のとこ止まりましたので、はい、何年に一度、まあ、1000年に一度とか言う、ね、皆さんおっしゃってますけど、まあ、そんな時にちょうど、うん、サーフィンしていたし、生まれていたし、で、まあ、これから復興のために生きている人生ね、ほとんど捧げると思うんで、で、まあ、海と携わって生きていくと思うんですけども、まあ、本当に、なんだろう、悲観しないでいい場面にして、もっともっと、うん、いいサーフィンの環境を作って、いい仙台市にして、いい宮城県にしてっていうふうに、前向きに生きていきたいと思います。宮城県もそうなんですけど、日本は360度海に囲まれていますので、海とは絶対切っても切れないんだと思うんですよ、うん、上手に、私たちよりもっともっと上手に、後世の人たちが海と上手に付き合って、うん、もっといいものを感じていけたらいいんだと思います。今日ビーチクリーン、あ、ちょうど解禁なんですけど、最後になんか一言いただけますか、ね、まだあんまり時間湧かないです一杯飲んでからぐらい。ああ、そうですね、夕方一杯飲んでからだと思います。